アベマプレミアム会員ならどこよりも早く K1 大阪大会が見れる。さらに安保 VS 山崎戦を木村実が解説するアベマプレミアム限定コンテンツも。久村選手がうまく、はい、自分の距離で戦っていると思いますので、郡司選手の距離、はいはい、あその後右のパンチもあった。その距離、竹原さん、ここもでもギリギリのところから詰めてきましたね。そうですよね、郡司選手の距離取り方うまいんですけど、まあ、いつの間にか久村選手の距離になってますよね。竹原さん、右捉えましたね、横山。そうですね、ナイスですね。ここからですね、ここから。さらに続けざま、あと18秒。大振りではなく打ち抜くストレートで左、なんとか横山兄弟、ここで一矢報いる一発。パンチの次はここに来て右のハイキックだ。トムヤ、体といえば1月25日のタツキ戦は相手選手の軽量オーバーもあって、パンチの打ち合いの中、これ悔しい思いもしています。うわ、右アンパーから左だ。あっという間に島野がダウンを奪いました。島野選手としてはこの距離ですね、自分の得意な距離に入っていきたいと思ったら、もうあっという間にこの距離作りましたね。そう、佐野選手はこの距離に入っちゃいけないんですよね、そこは、はい、いや、しかし壊していくという戦いが島野、うまく距離を生かして、はい、自分の、ね、重いローキックが当たる距離で戦いたいんですけどね、はい、それでもアッパーから吹く、左も外から、竹原さん、強いパンチありますね、島野、ボディーチ。そうですね、強いパンチ打ってますね。ただね、緊張してるのか、島野選手は硬いなと思ったんですけど、はいはい、まあでもそこからこの威力があります。残り1分半以上ある、このラウンド中もう1回ダウンを奪えば島野 KO。 近づいてきたか、防御一辺倒になってしまう。佐野は崩した、パンチ何発、ガードの上から顔面に引かせてきたか。どやと菅原道場、島野幸太郎、いや、なんとも菅原道場にはこういう強打の男が集まる、そんな伝統、これも表してみせました。でもやっぱ山本選手もキック上手いんで、はい、すごい今噛み合ってんじゃないかなと思います。ここからまた面白くなりそうですよね。そうですね、中段の蹴り、下段右だ、右の突き、今の結構効いてますね、揺れて、これは厳しい、うん、はい、あと25秒、冷静にしっかりと作っていった方がいいと思います、はい、まだあとラウンド2つというふうに考えて。そうですね、足に振って上に行くとか、上に振って足に行くとか、右だ、うん、今足技出したその後でしたね、はい、言葉の通り、今度は山本直樹がダウンを奪い返しました。レオナ選手、はい、奥足ももへの蹴り厳しいんですよね。そうですね、効いてるんじゃないですかね、ちょっと嫌がってるなっていうのが見れるんで、中島選手はあそこから上に狙っていったら入るんじゃないかなって。はあ、はあ、今いけるか、今いけるか、どちらかが、いや、膝で来る、この距離でね、はい、1秒でも2秒でも止まった方が、はい、一瞬止まったか、止まりましたかね、一瞬。そうですね、はい、そこを見逃さなかった山本、ダウンを奪った。すごい、これでダウンの数は山本が奪った2回、中島が奪ったのは1回。ステップを使う根村選手、はい、距離感ってどうですか、どっちなんですか。そうですね、途中で小倉選手がさっき一発効かせたのが、ね、入谷選手がちょっとバテたかなって。右だ、また効かせた山田選手、これですね、はい、ポイントは。そうですね、さっき その森坂選手みたいに、はい、自由な選手は自由なことをさせるときは体力すごいんですけど、こう詰められたりすると体力一気になくなっちゃうんで、はい、で今小倉選手はちょっと詰めてたんで体力がなくなってきて、ここも左に右のストレート小倉が合わせてきます。竹原さん、だいぶ手応え小倉ありそうですね。そうですよね、もうここはもう行った方がいいと思いますよね。今行っていいと思いますけどね、またタフガイとしても知られています、赤いグローブの小倉。そうですね、タフガイで、あと攻撃力が重いっていうのがね、これ小倉選手の魅力なんですよね。そうですよね、また一つ一つ下着流れにストレート、近い距離フックだったか、左右両方当てたような、そのスピーディーな攻撃、今立ち上がっています、なんとか立ち上がった。さあ、このラウンドもう1回ダウンを奪えば
大体回る大逆転を狙うマックスピン、ね、運動力まだまだ落ちてないですね。それでも左のフックだ。残り4秒3秒小倉隆也、いやこれが小倉だというファイトを見せてくれました。やります。すごいすごい、そのメンタルというかもう性格なんでしょうね、はい、小倉選手は。でもまだね、秀樹選手のパンチ強いですね。そうですね、まだ死んでないですね、まあやはりタフさにはその自信がありますし、この K-1 ジャパングループで試合をするようになって練習も格段にするようになったということ。膝から右のストレート、その思いを打ち砕いた久村修平。いやこれまでも何回かあった場面ですね、蹴りで一貫した後真ん中が空いたところストレート打ち抜く。竹原さん、パンチでしたね。そうですよね、やっぱスピードありますからね、あそしてこれだ、連打連打速射砲、2度目のダウンはスタンディングダウン。これは返せない秀樹、もたれかかるようになりました。このコーナーに久村が2度のダウンを奪っています。わあ、秀樹前に出てきた、そこに右だ。竹原選手が驚きのはですね、自分からパンチでいかないんですよね、はい、それはやっぱり秀樹選手のパンチを警戒しているからこそ無茶をしないんですよね。しかしその後は正確に捉えますね。そうですね、はい、そうなんです。行ける時には確実に倒しに行くんですね。そうですね、それまでは危ない試合をしないんですよ。竹原さん大チャンス、あーまた右ストレートだ。最後も竹原さん、はい、右のストレートでしたね。そうですよね、やっぱりリーチとスピードがある分やっぱり有利ですよね、はい、まあそれをいい形に使えるところまで持ち込みました。いやー、行かせないと山浦パンチ、ショートレンジ、ここで打ち合いはバックブロー。この距離からまた山浦、いや2人同時に近づいてくる。残り5秒、右のストレート山浦、ハイキックをかわすバックブロー。森坂、ここで森坂回転技バタフライ、はい、いいでしたね、やりましたね、ラスト、あ山浦痛恨の被弾。右のストレートで入ってくる、さらにストレート、それを積み重ねてと岡島、いや積み重ねず一発でという、これもある、命中だ。時間が少ない中3分は経過しているんですが、岡島の右ストレート立ち上がっています、立ち上がっています、あちょっと体が流れた林、そこに右のストレート、これで一気に詰めて倒せる、さらに右ストレートの林だ。おお、テンプルで返した、林もパンチで、ここはレオナ選手意を消しましたかね。そうですね、うわ、それでも倒れた。パンチの連打は顔面に、岡島の有効だ。カウント7、立ち上がっています、立ち上がっています。このラウンドもダウン1回奪った岡島、やはりこれだ、右のストレート、少しスローモーションのように林が後ろに崩れました。そうさせた威力、いやはり拳強力、岡島ケイト3ラウンド KO 勝利。狙いをしっかりじっくり定めているかのようにも見えます。前蹴りだったりローキックだったり、ワンツースリー、パンチ強力、シノそれに返したカウンター、スイーズがダウンを奪いましたね。カウンターというかですね、はい、シノ選手のコンビネパンチコンビネーションが終わった後に空いた真ん中ストレートでしたかね、それによって、でもその誘い、はい、うわー、左ハーイ、左ハーイ、首から上、何かちょっとこう一瞬時間が止まったかのように見えた、そのリング上